を吸いながらというかね、鼻すすりながらになると思いますけども、大丈夫かな、みんな。はい、はい、ちなみに私何の衣装も着てないのでずっと赤いの着っぱなしなんですけどお許しいただきたいと思います。ちなみにで、来年1月12日は、後ろにいるメンバーまたちょっと違うバージョンの衣装も増えるようですよ。お楽しみください。それでは本日はお昼間に雨が降っていて、正直5人ぐらいしか来ないかなと思っていました。それでも楽しい時間を過ごせたらいいなと思っていたところ、こんなにもたくさんの方にお寒い中最後までお付き合いいただきまして、今ラジモへ一度、心より嬉しく思っております。まずは皆様に感謝の気持ちを込めて、本日は誠にありがとうございました。皆様が風邪をひかないようにという思いを込めて、ラジオ関西日曜日の夜11時30分からお届けしておりますいまいち燃えないラジオのエンディング曲を最後にお届けしたいと思います。それでは青い光もしくはあなたの温かい手を、ぜひとも、サビの部分で振っていただければ嬉しいです。お届けしましょう、私だけの宇宙。岡田誠二さんのせいです。それ私頑張ってもちょっと無理かな。もうなんやろ、おやすみなさいの気持ちをタカタカタタタって言ったんですけどね。びっくりした、ステージが思いのほかずれてて本気で滑りましたけどね。結構しっとりしてたよね、さっきね。久井さん、最後までイマイチな感じでお届けしておりますけれども、最後は番組のエンディング曲をお届けしたいと思います。できるかな。お届けしましょう、私だけの宇宙。あれくくってたツインテほどくときに、あ、用意できたよ。くくってたツインテほどくときに、鏡見て言うんだ、お疲れさ、少しだけ幸せ。
みんなありがとう。おやすみなさい。おやすみ。